平成23年4月28日、熊本市にある高校が恒例行事である阿蘇登山競争大会を実施しました。旧登山道路3号目より古坊中までの間約5キロ、高低差約350メートルのコースを海進高校全校生徒934名が参加し、頑張ろう日本、勇気と感動を被災地の方々へ送ろうのスローガンを胸に、晴天が広がる阿蘇の登山道を走り抜けました。新緑が芽生え始め、阿蘇谷が一望できる草原からスタート。放牧されている馬や牛たちに見守られ、険しい山道や坂を駆け上りました。この大会の目的は心身鍛錬です。早い生徒では約25分ほどでゴール。阿蘇の大自然を走る爽快感や達成感を感じ、そして生徒間の親睦を深めていました。4218、32、32。